先週またやります。3勝なんで記憶ないですけどね。4戦目です。まあ、今日も勝ちますけど。じゃあ超うぜいいコースですね。まあね、あのトーナメントコースだからね。はい、今日はゴルフ場にやってきましたね。いいですね。すっかり夏になりましたね。はい、久しぶりの YouTube の、ラウンド撮影ってことで張り切っていきたいと思いますけれども、はい、今日対戦またやります。で、以前対戦したの覚えてます？勝って、はい、勝って、過去に実は4回ぐらい、3回対戦してますよね、館長たち。勝って、はい、で1回目がマッチプレーで、はい、私の勝ち。で2回目がドラコン対決っていうことで、それも私の勝ち、はい、で3回目もう一度マッチプレーやりましたよね、はい、でそれも私が勝って、で私3勝なんで、記憶ないですけどね。4戦目です。まあ、今日も勝ちますけど、いやいや、今日ですねマッチプレーまたやっていきたいなと思ってます。はい、で3ホールのマッチプレーなので、じゃあ館長、最後に意気込みを。あの前回のことは全て忘れてるんで、はい、初戦だと思って頑張ります。忘れないでください。負けをちゃんと認めてくださいよ。認めないです。さあ、まず最初のホールはロングホールですね。まあ、500ヤードないぐらいのロングなんで、まあ、館長だったら、まあ、当たれば普通に2つでいくかなと思いますけれども、どうですか？うん、強振。強振？強振、思いっきり振る。あ、振る、強く振るの強振ね。マンブリゴルフ部だもんね。マンブリゴルフ部ですからね。行きましょう。飛ばして、飛ばしてゴルフを楽しみましょう。おー、いい振り。おー、振ってる。ナイショー、ど真ん中。おー、フェアウェイど真ん中。いい球でしたね。イエーイ、イエーイ、イエーイ。もういいです、もういいですたまたまうまくいったショットです。じゃあ、今回も始まりましたね、館長。ああ、はい、始まりました。始まりました。まあ、お互いね、ドライバーいい球でしたね、今のはね、2人ともど真ん中。まあ、ロングなんでね、この後が勝負ですね。そうですね。まあ、ここはね、バーディー取らないと、まあ、勝てないかなと思って。まあ、次どうだろう、私のまだ結構残ってんのかな、500弱のミドルなんで、おそらく200以上残ってると思うんで、当たり前ですけど。うん、あ、ボール見えてきた。リブロ結構飛んでるよ。飛んでる。230の旗から残り、結構いってますね、残り210。ここに210だから、まあ単純に逆算したら280-290ぐらいですけど、まあそんなにはいってないでしょうけどね。あれももう残り210か。これいける可能性ありますね。これは185ぐらい。館長が185。あ、もう館長は余裕。館長185でしょ？もう余裕でしょ。私が210。余裕ですね。
むしろ乗せたい。でもバンカーがね、あそこね、グリーン前がっちりバンカーが固めてるから、うん、ちょっと難しいかな。もう林、左の林越えでフェードで狙っていくかな、私は。これはちょっとすごいいいところにあって、ライもね、すごい平らなところにたまたまってくれてるんで、これちょっと外せないよって、なんか自分でプレッシャーかかっちゃってるような状態。プレッシャーかけてますよね、自分で。うん、これちょっとやばい、これ外せないもん。85ですからね。うん、しかもフォロー入ってる。うん、もうミドルアイアンでいけますよね、パンチョだと。私はウッドだけど、はい、リープロが2オン狙いで今からショットします。はい、ちょっとつま先下がりの左足下がりなんで、高いドローはちょっと打ちにくいんで、フェードかなと思うんですけどね。左の林も気になりますけどね、まあ、乗せたいですけど、最悪グリーンの右側、サブグリーン、うん、行けばいいかなって、はいはいはい、あそこからアプローチで寄せてバーディー、はい、うん、まあまあまあ、いいとこいいとこ、うん、保険かけた方、うん、残り185ヤード、7番アイアンです。ナイス。でもちょっと左かな、ギリギリ乗ったか、左カラーか、ね、ちょっと外れましたかね。近い、狙っていくか、確実に乗せるか、まあ、バーディー取りたいですけどね。うまうま、うまいです。ありがとうございます。ちょっと外れてましたね、15ヤード。うまい。おお、ナイスアーチです。うまくいきました。いや、完璧ですね。さあ、リプロ、はい、バーディーパットです。入れたいですね。これね、画面だとちょっと分かりにくいと思うんですけど、結構下ってるんですよ。下りのチョイスが早そうだな。さあ、入るか。抜けてんじゃねえか。ナイスバーディー。外したーナイスパー、ナイスパーです。素晴らしいパーでした。超うぜ。まあちょっとなんていうんですかね、ゴルフの総合力の差が出ちゃいましたね、今ね。ああ、もうクラブ忘れないもん。いいコースですね。まあね、あのトーナメントコースだからね。ですね。そして次がパー3。
次がパー3で191ヤード。結構長いですね。はい、打ち下ろしありますけど、結構長いショートですね。これね、ちょっと番手風もね、わかんないですよね。番手が難しい。ユーティリティかな、私は。館長何番、ね、ちょっと6番ぐらいで行ってみようかな。6番、うん、ちょっとフォローの風が結構風待ってるんですよ。そうだね、フラッグがなんか変だ。フラッグはそう、ちょっとこっち上げっぽくも動いてるから、ちょっとぐるーっとここ待ってるから、どっちか分かりにくい。でもほぼグリーン中央でしょ。まあセンターですね。だから、グリーンエッジに飛ばればいいかなっていう感じで、ちょっと短めの番手で6番、はい、6番ですね。まあ確かにこのホールもう手前がですね、左バンカーありますけど、右側はもう花道なんですよね、うん、で、あの崖からエッジまでも30ヤード40ヤードぐらいありそうなんで、って考えると奥に外すよりも手前、まあ右手前がベターですね。で、エッジからピンまでも今日センターなんで結構距離があるんで、右手前からのアプローチはそんなに難しくないんで、パーが拾いやすいかなと。まあ、コース攻略的には一番やっちゃいけないのは左にのバンカー、その次は奥。右から左に、ナイス。ナイスショー。